活で月曜日の床という映画を撮ってました時にね、うん、まあ、当時平凡とか明星とかあるような、うん、そういうのでそのまあ若いスター同士みたいなので写真を撮った時に、なんて涼しげで感じのいい人なんだろうって、今まで会ったことない芸能界にいっぱいいろんな人いたけど、うん、でね、絶唱なんて映画はね、うん、涙流しながら何回も見てね、私はあの泉雅子さん、泉雅子さん、あの役の小雪のように最後にはもう死体でね、社内名刺を聞いて抱いてもらいたかったの、実はあの役どうして私がやらなかったの今も悔やんでらっしゃる、ね、ほらあの頃ほらね、突っ張り少女のイメージだったからね、どうしてもあの役が来なかったわね。実は加賀さん、この思い入れの一曲のために、はい、船木和夫さんご自身に来ていただいております。どうしまるみはそんなさあ、船木和夫さんで絶唱です。席へどうぞ。久しぶりだもんね。この間ね、8月ね、MG やった時にお世話になったんですよ。いやいや、ゲストで来てくれて。当たり前ですよ、あの35周年のお芝居をね。それで、あの、その時僕、わーわー言ってて、これができなかったのに。あら、何ですか、これ。昨日、あの、目について、加賀さんなら着こなしてくれそうかなと思ったんで。何でしょう、ちょっと。あ、嬉しい、大好き、こういうの。おー。
まあエスカーダのどう高いのすいませんですもん、ね、初めて会った時のことは覚えてます。覚えてらっしゃらないでしょ。いや初めてお前に会った時は僕覚えてないんですけどね。私はすっかり覚えてるし、なんかねこれほど思い詰められてることを知ったのは何年ぐらい経ってから。いやここ最近ですよ。あそう、覚えてないですよ。あそうですか、うん、あらその思いが届いてないわ、ね、もう少し早くに思いを打ち明けて分かるように言っておけば。そうすれば、うん、何ですか一緒になるから僕らのイメージある加賀まり子ならばもっと早く積極的に言ってても不思議はないというイメージあるのね。すごくね、あよかった、ね、すごくありましたね。映画ドラマにね、出てらして一緒に、私も一緒のシーンはないの、もうそんなの震えちゃってセリフ言えないですけど、もうその時に ご存知なくて私が影から見てるの、うん、影から見てるってのも嫌ね、おばさんみたいなそれでね、あの終わってバッてパッと肌脱いでにしてお化粧落としたら、わあ素敵やんとね。ラッチ見て喋ったの。そうなんかさ、ラッチの顔向けてせっかくだからね、あの握手からか何を言ってんだよって一番嫌し、握手とかいもあのね、一応この番組で出た証として、証としてお礼の意味も込めまして、いつも握手してるから、もう拭いてこれはいただいたものだから、すごいありがとうございます。ありがとうございます。こんなことならもっと船木さんに早く来てもらえばよかった。